天の流暢。その奇跡の再現に挑む東芝のデジタルテクノロジー。東芝が掲げるデジタルライフイノベーションは単なる機器や技術の進化で止まらない。様々な感動体験をさらに大きな感動へ、そして一人一人の人生をもっと豊かに。音の画質に関わらず高画質映像を体験できる人と映像の究極のオンデマンド実現へ。精密、自然界の脅威、その驚きをナノの世界で実現する。東芝の高密度化技術。IT の発達、デバイスの進化に伴い人と映像コンテンツの関係は着実に変化。デジタルライフイノベーションで映像コンテンツをどこにでも持ち出す。どこにでもやりたいことができる。必要があればどこへでも発達。もっと自由にコンテンツと付き合える人の映像の究極のオンデマンド実現。自由、調和、交流、新しいネットワークの世界。ネットワークによって映像コンテンツは人々の感動を運び、感動と感動を包み、人と人をつなげていく。デジタルライフイノベーションという夢、見たいコンテンツを思いのままに。誰もがすごいことを簡単にできる。想像もしなかった出会いがある。コンテンツに気持ちを乗せて世界中の人がつながっていく人と映像の究極のオンデマンド実現。究極のオンデマンドで高画質の映像体験、持ち運び自由自在、思いもよらない感動が。デジタルライフイノベーションが究極のオンデマンドをあなた。どこへでも増大するコンテンツ容量に向けたモバイル
ルアットストレージへの取り組み、この時期の記憶デバイスとして高い世界シェアを誇る東芝の小型ハードディスクドライブと SD メモリーカード、そしてまた東芝の技術力が世界に先駆けて SSD の高速大容量化を実現、既に SSD 搭載 PC、 急速充電、環境対応、安全性を実現した SCID 搭載 PC によって行動範囲はさらに自由に広がっていきます。もっと自由にコンテンツと付き合える人と映像の究極のオンデマンド、次代のモバイル&ストレージ技術が実現します。さあ最後は高画質とモバイル&ストレージが出会う場所、デジタルホーム。これを進化させるのは機器やシステムの存在を意識させないシームレスなネットワーク、そして直接コンテンツや人と触れ合い対話ができる新しいインターフェース、コンテンツに気持ちを乗せて世界中の人がつながっている人と映像の究極のオンデマンド、デジタルホームで実現します。さてこちらはちょっと未来のデジタルホーム、この部屋ではあらゆる機器がワイヤレスでつながっています。部屋の住人が外出先から新たなコンテンツをモバイルタブレットに入れて持ち帰ってきました。家に帰ったら持ち帰ったコンテンツはライブラリ、トランスファジェットのような新しいワイヤレス技術によってテレビに端末を近づけるだけで簡単に映像が完了します。新しいコンテンツはデジタルフォークの手術、こちらのメディアサーバーに移動されました。あちらのテレビからワイヤレスで映像されています。さあ新しいコンテンツの周りに映像がたくさんありますよね。どうやら海が大好きな彼女のようです。ただいま皆さんに画面でご覧いただいている次世代ユーザーインターフェースもこちらのメディアサーバーに搭載されており、ワイヤレス HD によって無線機圧縮で搭載されています。家庭内のあらゆる機器にあるコンテンツ、放送版、さらにはインターネット上のコンテンツまで、その完全性に従ってあらゆるコンテンツが引き寄せられてきます。またご覧いただきますように、コンテンツを選ぶとユーザーが設定している軸にとってコンテンツの選びが入れ替わります。さあこうして美しい再び込みの映像にたどり着いたり、もちろん東芝の技術によって元のコンテンツの画質に関わらず高画質の映像体験が実現できます。さあ今度はイルカのジャンプにたどり着きました。このコンテンツはネット動画ですが、こちらももちろん超解像大画面で楽しむことができます。空前に付けたコンテンツを持ち出すのもびっくりスマート、持ってきたいコンテンツをメディアサーバーからモバイルデバイスに転送して移動する
切なこと、それはこの感動を生み出すこの地球がいつまでも美しくあること。東芝はこの環境技術においてもイノベーションを起こしていきます。